紫外線が強い時期です。外出の時は帽子や日傘などで紫外線対策を行うようにしましょう。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースからご覧ください。今週は新張ショッピングセンターサンアピオで行われた土浦さつき祭りの模様をお送りします。5月27日土曜日から30日火曜日まで新張ショッピングセンターサンアピオで第49回土浦さつき祭りが開かれ、26日金曜日に開会式が行われました。祭りというのは非常に初夏を彩る恒例の行事となってまいりました。今日から始まります土浦さつき祭り、本年も素晴らしい作品が生まれました。この催しは土浦さつき会の主催で昭和43年に始まったのがきっかけ。以降年々愛好者も増え、今年は丹精込めた自慢の盆栽およそ60点が会場に並びました。各テーブルには大小さまざまなさつきが並び、競技花や棚飾り、創作の部といった15部門で審査が行われました。感想の方をお伺いしてもよろしいですか。前にもまあそういう賞は何度か取ってはいますけれども、まあ、やっぱり一番ということですから嬉しい。ちょうどこのこれから花が終わればね、もうすぐ来年の花の準備をするわけです。ですから、まあ、剪定さにハサミを入れて形を整えて、まあ、枝を修正したり針金を巻いて、まあそういうことをやって、まあ、来年またこういう花を咲かせると、まあそういう苦労それと楽しみがあるわけです。ですから年に1回のこのさつき祭りが、ね、楽しみになってきた。会場を訪れた人たちも美しいさつき盆栽の姿にじっと見入っていました。続いては土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、うさぎさんからの土フォトです。日立海浜公園で撮影したそうです。土丸くんを連れて日立海浜公園へ行ってきました。ネモフィラで覆われた見晴らしの丘は青い空とフィットしてとても綺麗でしたというコメントをいただきました。うさぎさん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は J コムスタジアム土浦竣工記念試合、飲食店開業セミナー、日立の国小野の小町文芸賞作品募集、道路愛護ボランティア団体募集のお知らせです。
はじめに J コムスタジアム土浦竣工記念試合のお知らせです。現在工事中の川口運動公園野球場が J コムスタジアムとして7月にリニューアルオープンします。このオープンを祝して土浦第一高等学校対土浦第三高等学校の竣工記念試合を行います。日時は7月1日土曜日午前11時試合開始です。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。続いて市内に飲食店の開業を考えている方を対象とした飲食店開業セミナーのお知らせです。日時は7月7日、14日、21日のいずれも金曜日、全3回のセミナーで、時間は午後1時30分から4時30分までとなります。場所は本庁舎2階の研究室1で、定員は先着順で30人となります。お申し込みお問い合わせは商工観光課までお願いします。次は日立の国小野小町文芸賞短歌俳句作品募集のお知らせです。それぞれテーマは自由、表現形式では歌や句の形式は問いません。申し込み締め切りは9月20日水曜日。応募方法など詳しくは土浦市観光協会ホームページをご覧ください。また俳句や短歌に親しんでもらうための特別講演会が7月11日火曜日と12日水曜日の2日間開催されます。定員は両日とも先着100人です。申し込みはファックスで住所、氏名、電話番号を記入して送信してください。詳しくは土浦市観光協会までお問い合わせください。最後は道路愛護ボランティア団体募集の知らせです。対象は代表者が20歳以上で市内居住または通勤通学している小学生以上で構成される団体です。ボランティア内容は市が管理する道路施設の除草、清掃、剪定などの作業になります。お申し込みお問い合わせは道路課までお願いします。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては、土丸を探せです。どこにいるかわかりますか？答えはこちら。次はウォッチング土浦です。今週は土浦市水防訓練の模様をお届けします。5月27日土曜日、市内佐野湖の桜川左岸で平成29年度
土浦市水防訓練が実施されました。この訓練は出水期を前に水防工法の技術向上と水防意識の向上を図り、被害軽減を目的に毎年行っています。参加したのは土浦市消防本部や消防団をはじめ、婦人防火クラブ、自主防災組織など6団体、およそ750人です。今回の訓練では、被害状況に合わせた水防工法の訓練が行われました。1、2、3。今回の訓練の目的は、出席にあたり水防隊員の士気を鼓舞すること、次に水防隊員の技術の向上を図り、水防体制の整備を資するとともに、市民の水防に対する理解と協力を求めることを目的としています。第一方面隊は A 地区に対し至急月の輪工法を実施せよ。はい、今回の水防工法実施は5つになっております。まず最初は月の輪工法、水位差を縮めた堤防の決壊を未然に防ぐ工法となっております。五徳縫い工法にあっては、堤防の上に生じた亀裂の拡大防止をする工法となっております。シート張り工法にあっては、川の表面の崩落を防止する工法になっております。折り返し工法は、堤防の上に亀裂が生じた場合崩壊を防止する工法となっております。つなぎ縫い工法にあっては、堤防の上に亀裂が生じた場合の拡大防止を行う工法となっております。隅土の工法にあっては、越水防止になっております。また桜川では特別救助隊による水難救助訓練も行われました。参加した隊員たちは皆真剣な表情で作業を行っていました。水防訓練の公表に移らさせていただきます。水防活動を的確に行えるように毎年水防訓練を実施をしております。技術の習得を図ることによりまして、その責務を果たしていかなければならない考えております。今回の訓練には多くの市民も参加し、防災への意識も高まったのではないでしょうか。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー相島がお送りしました。掴んだ風船よ、幼い